石井さん、こんにちは。メッセージありがとうございます。今回はですね、コメントいただきましたので、普段しないんですけども、石井さんに向けての動画を撮らせていただきます。他の方も参考になると思いますので、ご覧ください。今回の件ですけども、石井さんはサラリーマンをされていて、で、事業者としての登録もされてるんですよね。で、将来独立しようかなと思っていろいろ下準備をしているときに、今回のコロナショックということなんで、なかなかね、ご不安を抱えてらっしゃるんじゃないかなと思います。で、まさにね、そういう方のために今回の経済産業省の措置がありますので、利用は基本的にできます。で、石井さんがね、どのぐらい今キャッシュフローを抱えていらっしゃるのか分かりませんけども、おそらくですね、ずっと準備をしていて、令和2年の中頃に、完全に独立しようとしていたんだよっていうふうな、そういうふうな筋書きといいますかね、そういうふうなお心づもりはあったと思うんですよ。令和2年でなくても3年とかにね。で、準備を重ねていく段階で取引先を広げようとしているときに、その矢先に今回のことなんで、ちょっとね、すぐには企業が独立が無理だという、そういうふうな形だと思うんですよ。もしくはそういうふうなおつもりだと思うんですよね。もっとえげつなく言えば、そういう筋書きのもとに、ご相談を、経済産業省じゃなくて、何ですかね、生活金融公庫ですか、公庫さんの方に、申し立てていただければ、特にですね、財務状況の指標とかがいらなかったという例もございますんで、かなり柔軟に対応していただけるんではないかなと思うんですよ。で、借り入れを起こした後、住宅政策金融公庫から借り入れを起こした後、今ね、溜まってる負債を全部返済してしまって、だから要するに借り換えって形ですよね。で、延命措置を取ってくださいっていうのが、今回の安倍総理が出してくださった緊急措置だと思うんですよね。で、それを十分活用していただいて、まずはですね、この経済産業省のホームページのこのペーパーをダウンロードしていただいて、40枚ぐらいですから、で、内容はね、すごく読みやすいです。大きな文字で書かれてますので、40枚といっても30分もあれば十分読んで理解ができますんで、こちらをまずご確認いただくことと、あとはね、相談窓口がございますんで、こちらの方から QR コードで取れますんでね、私のような小さな町でも、広島県福山市でも、相談窓口がありますんで、福山市に。だから多分ね、石井さんのお住まいの町も、全国1000カ所以上にありますから、必ずあると思うんですよ。47都道府県ですから、平均で言ってもね、一つの都道府県に20カ所ぐらいあると思いますので、地方とかはね、少なくって3カ所とか4カ所かもしれませんけども、必ずその相談窓口が、お車で1時間以内のところにはありますんで、そちらの方にまずね、お電話かメールで、ご自身のご状況をね、お伝えして、今回の融資を受けさせていただきたいっていう旨をお伝えした上でアポイントメントを取って、そこにね、面談に申し込まれたらいいと思います。まだ私も実際に自分でやったわけではないので、今お話したのは私がやろうとしている手順です。で、私は顧問の先生にも相談して何がベストなのかってことを探しながらね、今私法人3つやってますけども、3つ全てにおいて1億円ぐらいの融資をね、取り付けてこようかと思ってるんですよ。借りれるかどうかわかりませんけども、仮にですね、融資枠が1億じゃなくても、1000万でもかなりね、事業をしているものとしては楽になるんですよ。要するに、返済期間がこれだけね、猶予されていて、で、担保の提出とかもいらないわけですよ。担保がないわけじゃないんですけども、その担保にね、抵当権がついてしまうと、他の時に使えないんで、やっぱり担保を取られない方がいいですよね、やっぱりね。そう考えると、今回のは使わない手はないと思いますし、ただ懸念材料としてね、今回の緊急措置を取った人には、後からこういう風な義務が生じますよっていうのが、後出しじゃんけんで出ないかなっていうのがね、ちょっとね、心配事なんですけども、それはそれでなんとかなるでしょう、と思うんですよね。で、今回ね、どんどん事業者さんがもうすでに1万件以上のご相談が寄せられて、融資の審査と実行に入ってるそうなんですよ。で、今回は、どんどん融資を出さないと、安倍総理の、宣言に不履行という風になってしまいます。安倍総理がね、言ったことっていうのは、森友事件に、悪い例なんですけど、森友の事件でね、私が関わっていたら国会議員辞めますっていうふうな一言だけで、もう隠蔽とか改ざんが行われるぐらい、安倍総理の提言にはね、みんな職務として忠実なわけなんですよ。ということで、今回の、躊躇なく措置を行っていくみたいなことも言われてましたね。というところで、安倍総理がこういうふうに言われてたんで、私たちのところも使おうと思うんですよってことだったら、押し切れると思いますし、あとね、各担当者も、そういうふうな相談があるのに応じないってことになると、安倍総理のね、要請違反ということになって、それなりに気まずい思いをされると思いますんで、かなり使えるんではないかなと思うんですよ。とはいっても私もまだ試したわけじゃないんでね。私はこれから試そうと思ってますよってことではあるんですけども、ぜひね、石井さんも、まずはこちらの方をダウンロードしていただいて、
30分ぐらいかけて読んでいただいてね。そしたらね、私が言おうとしてることはよくわかると思うんですよ。いや、こんなに楽にお金借りれることなんて多分後にも先にもないと思うんですよ。で、その借りたお金にとって、借りたお金でもって経済効果を出していただいてね。で、石井さんの事業がうまくいけば、それに越したことはないわけですし、要するに、日本の産業が失われるのが一番のね、権力者にとっても我々市民にとっても痛手ですから、そうならないような措置だと思うんですよ。で、今回ね、多分 GDP の1割ぐらいが失われるんではないかなっていうふうな試算もあります。まあ1割から2割が失われて、例えばね、GDP が500兆だと計算したときに、その1割って言ったら50兆とかが、今年2020年はなくなるわけですよ。だからこの50兆っていうのはどっかでね、作っていかないと GDP500 兆規模の日本のね、マリタリーベースっていうのは維持できないわけなんですよね。だから何としてもこの50兆を叩き出さなきゃならないっていうふうなミッションも安倍政権にあると思いますんで、そこにですね、我々事業者が、まあ、50兆は無理にしてもね、1億とか2億とかで、いわゆる貢献できるんだったら、これは言うことないと思うんですよ。まあ、そういったところでね、私は今回かなり利用ができることを期待してるなと思います。私はね、自分の法人で借金をするなんてことを考えたことなかったんですけども、今回はですね、この攻めの借金、なんせ金利がないわけですから。金利がない借金なんてね、それだけで利益が取れるようなもんですよ。だって、金利がない借金して、人に金利をつけて貸せば、それだけで 3% とか 5% とか年利で、出るわけですからね。すごくいいなと思いますよ。ちょっと長くなっちゃってすいません。ということなんで、多分石井さんの状況でも全然大丈夫です。まずはこちらの方をダウンロードしてお読みいただいて、それぞれのね、住宅政策金融効果にアンポイントも取ってみたらいかがかなと思います。もちろん私の方にご相談いただいても、今回みたいな形でご返信はさせていただきますので、ご遠慮なくね、よろしくお願いします。同じ事業者同士、協力してやっていきましょう。それでは失礼します。